里明里気郷の里は2003年に開園した京都府亀岡市宮前町井の倉前田にある気郷を鑑賞できる観光スポットである。園内には5万株の気郷が植えられている他に、アジサイ、ユリなども植えられている。毎年7月から8月上旬の期間、気郷の里として整備し、見学ができる。平成25年より、気郷の里明かりという名称で、 9月から10月にかけて1000個以上の灯籠を並べるイベントを行っている。竹で作った灯籠に千0 0 0枚の卑郷明智亀丸などの絵が飾られている。卑郷は明智光秀の家紋として知られていて、卑郷の里は明智光秀の首塚が祀られている新言州大覚寺派の谷勢寺の門前にあり、地元地域住民が光秀の供養のために卑郷を植えて、 そのを整備したことに始まるという。また、2013年には、京都縦間道、篠本線料金所脇に設置されていた、機場の明智光秀像が、ネクスコ西日本の京都丹波道路管理事務所の移転に、伴う処置として、当園を管理する丹波、亀岡桔梗の里を作る会に寄贈され、園内に移設された。ABCDEF 光秀像、花々に囲まれ、 亀岡、気境の里、オープン京都新聞2013年7月1日11時8分、配信 AB 花弁鮮やか、30日開園京都、亀岡、気境の里、朝日新聞デジタル2013年6月29日、配信。ありがとうございます。